スーパードラコ、スーパードレーコ、スーパードレーコは、スペース X 社が開発、製造する、ハイパーゴリック推進剤の液体燃料、ロケットエンジン。スペース X のドラコ系列のロケットエンジンの一つで、ある。同社の有人宇宙船、ドラゴン2に使用されており、8機の上長構成で、打ち上げ脱出システム並びに逆噴射による動力着陸に用いられる。 スーパードラコは推進剤に保存が容易なモノミチルヒドラジンと4酸化に窒素を使用しており、打ち上げから数ヶ月を経た後でもエンジンの再転換が可能である。これは宇宙船の姿勢制御システムと主推進機関として欠かせない能力である。地球低軌道での有人宇宙飛行に使用されるほか、計画中止となった無人火星探査機レッドドラゴンにおいては、 エンジンの逆噴射による垂直着陸を行うことが計画されていた。スーパードラコはドラゴン2の友人、無人版の両方、並びに垂直着陸技術の実験機であるドラゴンフライにおいて用いられた。エンジン推力は7万3000、N、ありがとうございます。